市來玲奈の歌舞伎花笑み。今回は2回目となる中村莟玉さんです。今だからこその楽しみ方とか、うん、頑張りました、新進ユニキチ先輩はですね、はい、歌舞伎のある演目なので、うん、よろしくお願いします。お久しぶりです。お久しぶりでございます。今回2回目の取材ということで、はい、よろしくお願いいたします。あの7月大歌舞伎、うん、初日が空いて3日ほど、はい、そうですね、3日経ちましたけれども、はい、いかがですか。まだその客席も 100% は入れる状態ではないんですけれども、はい、演目としては2部、うん、僕が出演してます、うん、第2部は見やすいというか、親しみやすい演目で、かつ歌舞伎味のある演目なので、うん、三河有座戦も鈴鹿森もどちらも楽しんでいただけてるんじゃないかなと思ってるんですけど、実際に今のお芝居をしていて、はい、どうですか、コンディション含め。そうですね、はい、僕は今回の役は初役なので、はい、若い年代の時に、はい、させていただくことが多いお役ではあるみたいなので、あ、そうなんだ、初めてなんだっていうふうに周りの方からも言われる、そういえばやってなかったんだねみたいな感じで言っていただくようなお役ではあるんですけども、うん、で白鸚のおじさまが真の主役のお役をなさっていて、白鸚のおじさまも初めて手掛けられる、もう、はい、大先輩でいらっしゃるんですけども、まだもう今までやってなかった役にも挑戦してみたいっていうふうにおっしゃって、ご自身でこの演目っていうふうにおっしゃったみたいで、もうね、それだけの先輩になられたら、もう今までこう自分の勝手の分かってるものっていうことだけじゃなくて、まだ挑戦するっていうその感じの場所に一緒に出させていただけてるっていうのがすごくありがたいなと思いますし、次女は2人出てきますけど、先輩の方が米吉さん、中村米吉さんがなさってるんですけど、もう何度もこの役をなさってる先輩なので、いろいろ教えていただきながら楽しく務めております。まさにその米吉さんとのお話もお伺いしたいんですけども、はいはいはい、それこそその去年の11月には米吉さんが務められていたお役を莟玉さんが今回されているんですよね。はいはい、す実際何か教えていただいたことなどありましたか。いろいろやっぱりその、我々真の方と言いますけれども、はい、その主役をなさる方のお家だとかによって演出が細かくこう違ってきますので、はい、この先輩は今度この人の方でなさるから、じゃあこの人のバージョンだとこうだよとかっていうのを教えてくださって、今回の取材の1個前が米吉さんの回だったんですね。米吉さんインスタグラムをこの3月に始めたとおっしゃっていて、莟玉さんの投稿についてちょっとこうあざといというか、分かってるなみたいなことを実はおっしゃっていて、米吉先輩はですね、なんとなくこう僕のことをこう、なんかもうあいつはもうわざといやつだみたいな感じで、それはもちろんこう可愛がってそういうふうに言ってくださってるんですけれども、ってい いじりをですねいつもされるんですけど、でも結構その、僕がそう思ってるってことじゃなくて、歌舞伎を応援してくださってるお客様たちからすると、米吉さんも十分こうあざといポジションというか、あ、そうなんですか、言われているようなところがこうちょっと漏れ受けたまりまして、何なんですかね結構お互いのインスタグラムはチェックしてますか。もちろん見てますし、なんか甘いものがお好きだと、で、僕も確かに甘いもの好きですし、でもこうハッシュタグつけてましたね、甘いものは世界を救う、僕そんなあざといワードは僕使ったことないのって結構私米吉さん取材でそのハッシュタグ結構宣伝されましたよ。あ、そうですか、はい、いや、それの方があざとくないですか、わかんないですけど、もちろん先輩ですけれども、こちらからもいろいろ話を聞いたりっていうことが、ここどうしたらいいですかっていうことをこう聞きやすい、質問しやすい先輩ではあるんですよね。花笑み、パンダ嬉しいニュースがありましたね、双子の赤ちゃんパンダ誕生、無事に、おめでとうございます。よくぞ、シンシン本当に頑張りました、シンシン最初にその一報を聞いた時、どうでしたか。いや、もう結構その僕がやっぱりパンダ好きだっていうことをこうプライベートで知ってくれてる知人とか友達もいたので、もう朝起きて
パッと携帯見たら結構な人数から連絡が来てまして速報でしたもんね、はい、思ってもうそれで確認して、うん、パンダのそのイメージっていうのは難しい、すごく安定期に入るまでが難しいんだっていうことはその予備知識としてあったので、うん、もうどうか無事にというような感じで願ってましたし、でやっぱり双子だっていうので、はい、ついに上野動物園でも双子パンダが、ね、見られる時が来るんだなと思って、もう名前どうしようかなみたいな考えてますかもうみんなそうだと思うんですけど、いやもうシャンシャンっていうねお姉さん、うんうん、もうお姉さんになったんですけど、シャンシャンっていう名前はやっぱりもう強烈じゃないですか、やっぱりもう、ね、字も音もいいし、もういかにもそういう、ね、感じに育ってる、ありますか、そういう感じに育ってるなっていう、いやだってシャンシャンでしょどう見てもっていうシャンシャンっていう感じがすごくこう、やっぱりまあその役者もそうですけど、その名前とそのね、それがこう一致していくってすごく大事なことで、愛着がね湧くっていうのは関係してると思うので、花えみ、はい、持ってきてくださっているんですよね、はい、とあるものをちょっと伺っております、ぜひちょっとそれを持って、はい、これはまあブランケットですね、かわいいシャンシャン、はい、ね、これはバージョンが2つぐらい出てるんですけど、これ初期の、はい、かわいい、はい、もうこれがこう僕の家のベッドにこういつもかけられてですね、あ、これ普段もう本当に使っているってことですか、はい、普段使ってます、へえ、はい、かわいい、癒されますね、あのクッションですね、へえ、これはもうどっちも、はい、あの上野動物園の公式、うん、はい、こういうグッズっていうのは神玉さんはいつ頃買いに行かれたんですか、まだ抽選とかになる前ですかね、もう抽選になってからも行きましたけど、うん、ああいいなと思って、もうその時は結構我慢して帰ったりするんですけど、あ、そうなんですね、ちょっと悩まれたんですか、ネットで、あ、ネットで、はい、なんかもう癒されますね、この絵がファンの方にはたまらないと思います、そうですか、本当にこういうことやってるからぞと言われるのかなと思うんですけど、確かにこれを見た米吉さんは多分ツッコミが入ると思いますね、そうですね、絶対そうだと思うんですけど花笑み、歌舞伎座が再開して、まあ、1年もうすぐ経つという中で、はい、そうですね、そのコロナ禍での多分楽屋の過ごし方というのも少しずつルーティン化されてきたとは思うんですが、はい、そうですね、はい、まあ、コロナになるまではあんまりその楽屋で声出ししてたりするので、はい、窓ってあんまり開けてなかったんですけど、あ、今もう窓ずっと開けっぱなしですし、そんな神玉さんに今回楽屋の様子をリポートしていただきました。ずっと続けているルーティーンもあるそうです。皆さんこんにちは、中村莟玉でございます。私は今、歌舞伎座の7月大歌舞伎第2部に出演しております。今日は少し楽屋の様子を皆さんにお見せできたらと思って、カメラを回しております。このように楽屋内でも常に、お化粧をするとき以外はマスクをしてみんな過ごしております。それではいろいろご紹介していきたいと思います。こちらが私がいつも使用している鏡台でございます。これは、私が莟玉の名前を披露させていただいた折に作っていただきました。この鏡の形が少し特徴的なんですけれども、これはシャミ銅と申しまして、シャミ線の銅のような形という鏡になっております。これが、私たちの一門で、やはり一番いいデザインということで、私の洋服も同じ、シャミ銅の形の鏡台を持っております。化粧道具も皆さん、役者さん、皆さんそれぞれご自身が使いやすいものというものをいろいろと調整されてお使いになっていらっしゃいます。この筆立て、右上に見えますのが筆立てですけれども、それとその手前にある水入れ、これも莟玉披露の時に作っていただきました。その間に置いてあるパンダちゃんたちは、私の先輩の松本幸四郎の兄さんが、お部屋にご一緒のお部屋に入れさせていただいた時に、
プレゼントしてくださいました。可愛いお着物でございます。これを兄弟前に飾らせていただいております。このお人形も私が、貫禄を披露させていただいた月にお客様からいただいたものなんですが、これはもともとは私の養父の養父六世中村歌右衛門が持っていたぬいぐるみです。亡くなった時に、養父がお客様たちに、引き取っていただこうということで、ここにこのようなメッセージがついておりまして、里親になってくれませんかというメッセージがついておりまして、これはお客様の手に一度渡ったんですが、私が養子に入らせていただきまして、その披露する折に、よかったらこれを神父さんにということで持ってきていただきまして、まあ、なんとなく僕の中ではこれが養祖父の手元にあったお人形ということで、お守りとして、楽屋にいつも置いているものでございます。これに、まあ、出の前にですね、なんとなく舞台へ行く前になんとなく行ってきますとやって、出ていくというのが自分の中でなんとなく出来上がったルーティーンでございます。花笑み、あの2021年もですね、あっという間でもう下半期に入っているんですよね。あの振り返ってみていかがですか。はい、まだね、再開してから行きたいけど行けないんだよねって思ってらっしゃるお客様もいらっしゃると思うんですけれども、はい、なんかこの今だからこその楽しみ方とか、その演目立ても含めて、なんとなくそのお客様がこう、あ、なるほどねって思っていただける方向にこう徐々に徐々に形が出来上がっていきつつあるような感じはしますし、それにこう我々出演者の方もうまいことこう順応していけるようになってきたんじゃないかなと思ってるんですけど、やっぱりそのいやこの時期じゃなきゃ逆にこの配役とかこういう演目だってってなかったよね、難しかったよねっていう風に、そこをお客様が楽しんでいただけるようになったらいいんじゃないかなと。まだこれがどれぐらい続くかわからないので。歌舞伎用語って何かありますかっていう、ね、質問を前にさせていただいたと思うんですが、 そうでしたね、その時に観客さんはっきりとちょっと次回までに考えておきます。そうでしたね、そんなこと言ってましたね僕ね。でおっしゃっていたのでちょっと聞きたいな。完全に忘れてましたね。あ、差し金、差し金を引く、はい、こういうなんかことが事件があって、はいはい、これを裏で差し金を引いてたのはこの人だ、はい、黒幕はこの人と、はい、あの人が差し金を引いてた、はい、差し金っていうのはこうあの歌舞伎でこう黒はもう歌舞伎は見えないっていうので、はい、それをこう後見さんとか黒子とかって例えばこの黒いこういうなんですかね、長い棒があって先に蝶々がついてて、はい、これ差し金って言うんですよね。へぇ、多分めっちゃドヤ顔ですけど。確認してください。めちゃくちゃドヤ顔されてます。確かそう、その差し金はそうですね。そうなんですね。まあ見えないっていうことだから周りからは分かってないけど蝶々を動かしてたのはこの人ですね。ちょっとあの今後もぜひ観客さんの取材の時にはこれあの定期的に聞いて分かりました。聞いていこうと思う。次はもういくつでも行きますよ。言いましたね。行きます。行きますね。わかりました。もう分かりました。ちゃんとフォルダ作ります。フォルダこのためにありがとうございます、はい、本当に。ではあのお時間いただきありがとうございました。ありがとうございました。